ーの、アメイジングレディオパフォーマンスオンザウェブ。というわけで始まりました、アメージングレディオパフォーマーズオンザウェブ、8月3日の放送です。はい、さあいよいよ8月になるわけですが、この放送の頃はみんな忙しいんでしょうね。そうやな、そうですね。キックアライブ3のリハーサルと台本の流れの把握とか立ち位置の確認とか、もうやることが山のようにありますね。そうですね。あ、それからそれぞれの歌とダンスの最終仕上げですね。あの夏のレッスンってスタジオはガンガンにエアコンが入ってるからいいんだけど、帰りがきついんだよな。あ、まあ僕は暑いのは嫌いじゃないからいいんですけど、うん、まあ暑さの塊の中に突入していくみたいな感じですよね。どういう感じ、まあ、でも実際ね、この暑さ無駄だよな。なんかっていうか、なんか燃費悪くなるよね、暑いと。燃費わかんないの？わかるよ。燃料費って書いて燃費だろお前この野郎。今ちょっと外国の関係が悪いから上がってんだぞ。何切れだよお前は。ガソリンの話になってるの。世界情勢のこと考えて。まあでもレイジはねいつもねクールだから、まあ特にどうってことないけどね。出た、あ、レイジ君出ましたね。なんだよ、クールでクレバー、地上に舞い降りたレイジだ。うるさ、うるさ、暑苦しい。わかった、この暑苦しい理由はレイオンお前だね。そうですよ。そうだよ。認めるのかよ。熱っ。もう暑苦しくてもいいもん。暑い方が好きやから。臭い。臭くないよ。いや、臭くないでしょう。臭い。きっといい匂い。純粋な悪口だ。いい匂いです。いやでもね、本当に季節というか夏ぴったりというか、まあレオン君ね、いつも本当元気でいいよね。うん。そう、あのシンジ君もいつもお涼しいお顔でお過ごしで。いらっしゃいますよね。レオンどうしたお前。何が言いたいんだよお前。ハードルをすごい上げてるけど。あ、でもでもシンジ、え、お前さ、セカンドアライブの時、うん、あのお衣装が一人ちょっとお熱そうでしたもんね。いやまあね。で袖でね、袖言うよ、これレイジ言うよ、あの今回の衣装さん全然俺のこと考えてくれないみたいな。めっちゃ文句言ってたよね。誰だよお前。いや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 、全然全然全然そんなことはございません。熱っみたいな。いやそんなこと。でもさ、いや、うん、ほんとそれな、うん、心の声がもう口に出まくってた。いや全く全く出てませんので。出てた出てた。はい、大丈夫。悪口。大丈夫です。ということで、はい、どういうことで。そうツッコミじゃねえかよ。いいんです。ということでってすごく便利なね言葉でございますので進行していきますけれども、今年の夏はですね、 ARP 三昧ということで、いよいよ ARP が全国展開をすることになりました。はい、そうです、うん、前にショールームでも言いましたけど、僕たちのライブが全国の映画館で上映されることになりました。あ、まあね、うん、そう、まあ全国って言っても、まあね、こう4カ所ですまあ全国4都市にて上映くらいで言っていい。いやまあちゃんと正確に言えばあれじゃないの、仙台、名古屋、大阪、博多のみって言えばいいじゃないの。まあ ね、でもそうですけど、うん、今まではほら東京、横浜だけだったわけですから、うん、こうなんかね、もう景気よく言いたくなるじゃないですか。まあな、でしょ、うん、じゃあみんなからご説明をお願いします。はい、かしこまりました。僕たちのライブを全国4都市の映画館で上映いたします。題して ARP リマインドツアー2019。じゃ、大学なんだその振りまあいいや、さっきもレイジが言ったけど、仙台と名古屋と大阪と博多、ちなみに仙台は東宝シネマズ仙台で、この放送の前日8月2日だよな、来てくれた ARS のみんなサンキューな。で名古屋は東宝シネマズ名古屋ベイシティで8月9日、大阪と博多は8月16日で、大阪は東宝シネマズ梅田、博多は東宝シネマズ天神で開催します。はい、レイジ、うん、各会場で17時45分からの上映と20時35分からの上映があって、17時45分から先にやる方がキックアライブ第4公演、これはあれだな、2018年の8月19日にベルサール高田馬場でやったやつだな。で2度目の方のね、後半の方20時35分の上映の方はキックアライブ2の第4公演だ。こっちはあの最近の2019年1月6日の横浜文化体育館のやつだ。うん、みんな来てね。あれ全部言うから僕の喋ることこれだけ。あ、待って待って、ほらあの一番大事なこのお値段は店長にとってありますよ。あ、わかりました。大事なチケットのお値段、まあ
大事なチケットのお値段は各公演3500円です。あと大事なこともう一個ありました。リマインドは応援上映なんです。応援上映してる？応援上映、うん、映画館やのにペンライトとかマフラータオルとかライトニングリストバンドとか持ってきてみんなで盛り上がるってやつです。はあはあ、コール&レスポンスもみんなでやってください、うんうん、で立ったり座ったりして結構足が痛くなるかもしれへんけど楽しいやつです。なんか最近流行ってるよな、ねうん、レオンも行きたいな、盛り上がりたい、うん、ということでね、仙台のリマインドお越しいただいた方ありがとうございました。今までは ARP のアライブやリマインドは東京とか横浜とかでしたからね、なかなか来れない方もいたと思うんですが、うん、ARP って本当にねライブは楽しいですから、ぜひお近くの方はこの機会にリマインドに参加してみてはいかがでしょうか。うん、それから来てくれた人には会場で僕らのご当地メッセージ付きの ARP リマインドツアー2019のオリジナルポストカードをプレゼントします。よろしくお願いします。うん、もうね素晴らしいね、レオン、うん、値段を言ったり特典を言ったりもうショールームのレオン店長みたいになってきたね。そうでしょ。ああもうあと、クレジットカードコンビニいやまあそれはいいです。そこは読まなくていいから、ね、あはい、はい、大丈夫です。キックアライブ3が近づいてますので、今週も新しい情報盛りだくさんでお届けしようと思っていますが、はいね、まあ、隣の人にねぶつからないようにとかね、ぜひ気をつけてね楽しんでいただければと思いますね、うん、それな。はい、それでは番組を始めていきたいと思いますので、番組紹介レオンくんお願いします。はい、この番組は僕たち ARP がライブや音楽のこと、その他にも僕たちの日頃考えてることとか気になること、もちろん ARP の活動情報などなどお届けしていこうっていう番組です。お送りするのはレオンタンと ARP シンジ、レベルクロスダイヤ、レベルクロスレイジ、ナビゲーター私星野拓也でお届けします。さて今日も8月24日25日のキックアライブ3に向けて大忙しの ARP 総合プロデューサー内 P に来ていただいております。内 P よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この収録はですね8月3日の放送ということですので、キックアライブ3も残り1ヶ月を切ったというタイミングですが、今日もいろいろキックアライブ3についてお伺いしていこうと思っています。はい、それもそうなんですけど、さっきあの、はい、レオン君がなんかね告知の時にレオンも一緒に行きたいって言ってたじゃないですか。はい、ああいうのいいっすよね。なんかあんま言わないですか、レオンも行きたいみたいななんか言わされてる感がすごく可愛かったなと思って。え、褒めてんすか。言わされてないですよ。お前言わされてんだ。そうそう、シンジも欲しいとかダイヤもおすすめとかこれからやっていこうかなと。なるほど思いついちゃった、はい、でも可愛かった確かに、はい、うん、レイジ君絶対言いたくないんちゃん。言いたくねえから今反応しなかったんだろうお前。一回言ってみてよ、レイジも行きたいって。いやいやいや絶対嫌だ。もう逃げ場ないぞお前。レイジは絶対行かない。あの可愛い、絶対行かねえ、まあ、営業妨害やんか、営業、まあ、またどうせ可愛いって言われるやつだろこれ。今半分行ったようなもんだからね、まあ、いやなんでだよ、いく何なの、何の話なんだよ。キッカライブ3についての話ですけども、そうです、はい、何あの今回あのバトルフォーセンターってことになってるじゃないですか。あ、うん、あそうなんですよ ね、うん、みんな、うん、気になってると思うんで。そうなんですよ、これバトルフォーユニットということで、はい、今まで僕とダイヤ君、レイジ君とレオン君のどちらかのユニットが勝利して新曲を歌うっていう権利をゲットするとか、そういう風に競ってきたんですけど、はい、まあ、それがバトルフォーセンターっつうことになると、うん、4人曲のセンターを取りに行くってことになるんだよな。4人でセンターって何って話ですよね、そもそも。まあ、真ん中割り真ん中じゃねえし。はい、じゃあ私がですねバトルフォーセンターの仕組みについて説明させていただきます。はい、バトルフォーセンターは観客席のパフォーマーの皆様に応援したいパフォーマーを決めて ARP の応援アプリフレフレを使ってメンバーがそれぞれのソロソングを歌っている時にスマホを振ってリズムゲームのような感じで応援していただきます。あらかじめフレフレで応援するパフォーマーを設定すれば、他の人が歌っている時でもスマホを振っていただくことで設定したメンバーに応援ポイントが入るようになっています。そしてソロ4曲の皆さんの応援ポイントの加算でその回の勝者が決まります。さらにそれぞれの公演での点数の加算でキッカライブ3でのバトルフォーセンターの勝者が決まるというものです。今までのバトルフォーユニットと、まあ、仕組みは似てるっていうことですよね。はい、でも今回は勝者は1人。
そうですね。あていうかなんでさ、うん、今回バトルフォーセンターなの、うん、だってさユニットはなんかやらないってそういお前の意思表示ってことか。いやそんなこともでもないんだけど違うの、まあちょっとねいろいろ考えるとこもあって次はね、うん、まあ、これまで最近ちょっとユニットの曲とかも増えてきたのはいいことなんだけど、それぞれのみんなのそのシンジ君とかレオン君とかレベルクロスとかのそもそものね曲はちょっと皆さんもやってもらおうかなと思ってるんですよ次は。なるほどな。っていうのがあることもあってどうしようかなと思って、なんかセンターセンターって世の中よく言ってるじゃないですか。まあだからそんなに世の中言ってるかセンターセンターっていうわけでもないんだけど、ちょっとねあの4人で歌っていただいてる曲のちょっとね違うパターンというか、こうまあボーカルセンターボーカルをしっかり立ててやる曲っていうのをちょっとね4人でやってもらいたいなと思っていたこともありまして、でじゃあねどうまあそれがまあ大きな理由ではあるんですけどもね。なるほど。でも僕ら4人やからセンターって言われて、いやそうなんだ。いやそれな、ね、本当どっちかにずれますよね、だから5人やったらビシッとセンターって感じするんですけど、まあ、星野さん入りますか。あいやいやおかしいでしょ、めちゃくちゃバランス悪くなるでしょそれ、いろんな意味でな、いろんな意味で悪いよ身長体重もう重心がねだいぶずれますよ端っこにいたとしても、ね、そっかそっかじゃない分かってたでしょそっか、うん、いや実際他のメンバーをさこうなんだろう、引き連れて歌うソロソングみたいな感じになるのこれ勝ったら。あつまりレイジが勝った場合は、ね、レイジとなんか余計なもの的な言い方言い方余計な感じいらないものになってる、いらないもんじゃないのいらないものじゃない、やっぱ従えるっていう意味では、うん、ちょっとなんかある意味今までのバトルソングよりも、うん、おめえらのこと従えられるからちょっと燃えるね。どうなのこれ、どういうこと燃える。まだね違うのちょっとどうしようかなっていろいろ決めあげねてるとこあるんですけど、なんか面白いかアムロナミエとスーパーモンキーズってなんかありましたけど、なんだなそれはそうなると言っちゃいけないのかな、スーパーモンキーズさんの方になると基本的にボーカルがないっていう話いやいやいや分かんないじゃあ俺ら歌うパートがなくなるってことかいやでもさみんなダンスパフォーマーでもあるわけだから全然言い訳になってないか。まあそうですよ、いやなってないな。みんな歌ってもらいたいと思ってますけども、でもエグザイルとか2人しか歌ってないんだろ。そうそうそう、あんないっぱいいるけど、うん、あんな感じにするってことちょっと考えますなんだよ、まだ見えてない、もう本番まであとわずかなのに今揉んでんのちゃんとプロデュースしろよおい。いやでもこれ実現されるのはライブの後だから。ああまあなるほどね、大体夏休み終わってから考えればいいかな。ふざけんなよ宿題はギリギリにやるタイプだそうそうそうもしかしたら勝者によってこういう方向性っていうのが少しあるかもしれないとか。それシンジ君よく分かってるな、そういうことなんですいやいやそれなんかさすごい助け舟を出しちゃって勝った人によってなんか変わっちゃうってちょっとずるくね。じゃあ、まあ、僕が勝ったらどうなるんですか。あのね、関西弁わかんない。関西弁の関西弁のあるじゃないですか、ね。関西弁の曲。レイジ君ついにちゃんとした関西弁を勉強する時が来たで。今関東した関西弁。あれでいいんじゃない。レオンが勝ったらもうレオンがピンで、お笑いデビューでいいんじゃない。あそれはいいデビュー。歌じゃなくて、お笑いセンター。もう歌じゃなくてもうえ。ちょっといやそれ今、うん、そんなに悪い気もしてなかったか。なんか今のママさんがそんな感じだったな。いやダメですなんで笑顔でダメですなんだ誰がセンターになるのかというね。まあな、うん、そうだな、ね、まあまあいずれにせよお前らに譲る気はねえから。僕も絶対負けません。目立ちたいです。目立ちたいっつった。でもレイジいるだけで目立っちゃうからな、お前と違ってな。あ、うん、今までも目立ってっからいいけどよ、さらに目立つのはまあ悪い気しないけどじゃあ別にセンターじゃなくても目立ってるからいいっていうことだよね。いや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 、やばいですよ。またそうやって言葉の上げ足を取るんですね。やめてください。ピリピリしてきましたよあ、ライブ前はねいつもこういった感じに、ね、なりますよね。まあまあ、そうですね、ちょっとねこう負けられない戦いが待ってるっていう感じなんで、うん、少しねバトルフォーセンター撮りたいな、うん、こうやってですね皆さんのパフォーマンスがどんどん上がっていくということですよね。いいですね、うん、若いからこう成長していってほしいですね。こういう怒りをバネにして、うん、いやお前がなんか転がしてるみたいなその雰囲気出すのやめてくんない。お前だって何も考えてないじゃん。さっきお前ふざけんなよおいこれ今俺ら笑顔で喋ってるけど内心結構ガチだからな本当にどうなんだろうな、はい、な
まあでもさ、バトルフォー、あのソングもあのバトルフォーセンターもそうだけど、 ARS のみんなとやっぱ一緒にパフォーマンスしてる感じがあってさ、まあやってる最中はなんつうの、やっぱり実際気持ちいいんだよな。まあ、そうだよね。こう僕たち普通はこう ARS の皆さんに向かってダンスしたり歌ったりっていうのをこう、うん、そこを楽しんでいただくっていうことになってるんですけど、でもこうアライブのバトルっていうのはなんかこう、ね、こう一体感というか、なんかすごく不思議なこうなんかね、気持ちのいい、大学の言うのは気持ちのいい時間だよね。そうなんだ、うん、今回はね、その後の勝利をプリンセスのみんなと僕は噛み締めたいと思ってますよ。シンジ君、今回は気合が入ってますね。いや今回もね今回はな、そういうわけで楽しみなバトルフォーセンターですが、今日はですね、まあ、せっかくうちピーに来ていただいてるので、もう一つお伺いしたいんですが、ダブルトレブルの新曲についても聞いてもいいですか、はい、ああそうだ、この間収録の時はさ、ユニット名だけ発表して曲は間に合わなかったんだよな、うんうん、何それジラシプレイなの。レイジだってね2月からも全然曲が来ねえのよ、うん、もう待ちくたびれましたよ、うん、だからもう解散だなって思って解散ってあるね。でも ARS さんからもね、どうなるんですかっていう、こう結構メールいただいておりますね。すいません、お待たせいたしました。もうね、あの楽曲はさ、みんなというかこの2人はね、やっぱりすごく、まあ、うるさいよ、うるさいんで、いい意味ね、いい意味うるさいんでね。そうだよ。でもこっちも、まあ、僕もちょっといろいろ音楽はいろいろ言いたいこともあったりして、うるさいすみません、うるさい、まあ、みんなうるさい、みんなで作ってるから、いつもうるさい、はいはい、レオンは普通にうるさいの、はい、まああの前この番組でも言ったんですけども、ちょっとミュージカル的な2人がこう、うんうん、単純にこう2人がこうハーモニーというよりも、2人がそれぞれの個性をこうぶつけ合ってこう両立してるみたいな、ミュージカル的な展開っていうのを最初からこう構想していたこともあって、ちょっとやっぱ作るの時間かかっちゃったんですよね。うん、あのお二人もね、前回のコメントでは相当気に入っていたみたいですけどね。そうなんだよ。あのね、平田がね、やっといい曲書いて、平田さんなんてこと、いつもいい曲書いてくださってるでしょやっとな、やっと、まあこうなんかこうね、はい、ユニットの曲なんだけど、うん、こう最後までね、あのレイジとレオンがね、混じり合わない、もう水と油みたいな、うん、もう、資本主義と社会主義みたいな、うん、そういう感じ、その例えいらねえから水と油だけでいいよまあそこをな、楽しんでもらえればっていう曲になったよな。うん、混じり合ってるよ。混じってないね。混じり合ってるよ。いやいや全然、いかんせんやと思うよ。こんな感じなんですよ。だから、まあ、あと出ると思うけど、レコーディングの時お前もう、ああもうなんだっけ、もういい、まあ、まあ平田さんはこういうとこ捉えてたっていうことですよね。こういうことをちゃんと分かった上での計算した上での曲ですよね。じゃあ最終的にはちゃんとうまいことまとまってる。いやどうかな、どうかな、あれミックスその作業大変じゃないかな、うん、大変だったね、うん、大変だと思うよ、じゃあまずはですね、はい、まあ、この番組でもね、改めて2人からタイトルをね発表してもらいましょうか。いやでもショールームでとっくにタイトル言ってっから、別に改めてみたいな感じやんなくてよくね。いやでもまあラジオね、ラジオとしては初お披露目だからね、うんうん、まあ、でもなんかね、2人でやりましょうみたいなこの雰囲気がすげえやだなんか今回特に、お前マジでめんどくせえな。もういいや、じゃあレオン発表しろよ。いいんすか、一人で言っちゃって。いいよいいよいいよ、はい、じゃあどうぞ、うん、じゃあ発表します。We Rock 揃ってんじゃねえよ。一人では言わせたくねえよ。バッチリ揃ってましたね今ね、このタイトルの意味から、そしてね、曲のコンセプトのあたりをうちピーにお伺いしたいと思いますけれども。ああ、まあタイトルの意味は、あの曲聴いていただけるとすごくよくわかると思うんで、ぜひ聴いて考えていただければと思うんですけども、うんうん、まあ、コンセプトはさっきもちょっとお話した通り、二人のそれぞれ考え方の違うアーティストなんですけども、あのそれぞれがこう主張し合いながら歌ってるんだけど、もしかすると一緒のことを言ってる、一緒のことを目指してるみたいなですね、うん、まあ、ちょっと芝居がかった展開の入ったですね、面白い曲になっていると思います。なるほど、うん、レイジ君はどうでした、曲聴いた時。そうだな、まあ、今回も何回も言ってるけど、まあ、平田がよう頑張ったなって感じ。で平田さんね、うん、あ、うん、あのね、なんかね、まあ、分かりやすいんだよ今回の曲は、うん、やっと、やっと分かりやすい。分かりやすい。やっとね、そのアレンジがもうそのレオンが歌うところが初めあるんだけどな。うん、でそこはレオンらしいなんか、あのまあなんか
無様なアレンジというか。そんなことないですよ。曲として大丈夫なのか。まあ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 。そんでその後にレイジが歌うところはちゃんとレイジのこの気高いロックな感じよね。平田はやっとそれ表現して、うんうん、いやそこの差はつけてないと思うんだ、ね、いやだいぶ落差があるから、うん、R&B のテンポになっててすごくおしゃれですよね、うん、あまあなるほどね、でまたこうレイジが歌ったのまたレオンが歌ったんだけどそこまたちょっとまたブザマに戻るみたいな、うん、曲の中でそんな言ったりこれは分かりやすいんだよこれ本当聞いたら分かるけど、レオン君どうですかそのあたりブザマではないですかブザマではないよねいや、うん、でもブザマでもないんだねレイジ君の言うように、うん、今回もう曲を聴いた時に、うん、もう来たって思いましたほんとうんでもうこれめっちゃいい曲やねってこれそうだよねレイジ君とね、うん、二人で目合わせたもんね、うんうんうん、まあ悔しいけどねやっとサビがあクソキャッチーだなってレイジも思った、うん、そうキャッチーなのと、うん、かっこいいのを両立してるんですよ、うん、だから絶対、うん絶対にライブでめちゃめちゃ盛り上がると思います、うん、なるほどなんかもう笑顔がね今こぼれちゃってるからねどうしようレベルクロス超えたらあそれはないから大丈夫それはないから、あなんか複雑だなレイジとしてはでうちぴーにねちょっとお伺いしますけれども、はいはいはい、レコーディングするときになんか気をつけたこととかあります？そうですねまあ2人のレコーディングはそれぞれやっているので、まあ、特に今回っていうことでもないんですけど、まあ、今回の曲についてはやっぱりその今あの2人の個性っていうのもあったんですけども、うん、1コーラス目と2コーラス目で、まあ、普通だったらこう同じパターンがこう来るんですけどさらに1コーラスから2コーラスで展開するみたいなとこがあるので、そういうところの盛り上げみたいなのは気をつけたいですねっていうふうに平田さんとちょっとお話しながら、あとは3人というか2人一緒に入ってもらったんで、うん、あの控え室のお菓子を食べ過ぎないようにしました、はい、どういうことだちょっと残しとかないと怒られるかなと思ってレイジたちの食べる分を残そうみたいな、うん、そういうことですそこかよそこ意識したのか、はい、どうですかレイジ君レオン君はそうだな先にまあレイジが、うん、あの歌ってその後にレオンが歌ったんだけど、うんうん、なんだろうなだレオンがまあこのアレンジだとこういう風に合わせて歌うんじゃないかなって考えたら、まあ、落差があったらこの曲いいだろうと思って、うん、まあそうだなうーんまあいつも通り歌ったって感じかなまあいつも通り歌うとうまくいっちゃうんだよね、うん、なんだよこの曲なんでリアクションにめんどくさくなっちゃった嫉妬すんなよお前ら考えた挙句に考えるのやめたってこと、うん、そうですシンジ君そういうことですだってレイジいつもあの、うん、ほんと30分ぐらいで終わっちゃうんだもんレコーディング、うん、あじゃあレイジ君の代わりに僕が説明しましょうお願いしますなんだよレイジ君は言えなかったから何何、うん、今回はそれぞれの良さを出すために揃えすぎないっていう、うん感じで撮れましたよね。まあそうだそれは平田さんがもうサジを投げたっていうことでいいのかな。あ、違います。僕は後に撮ったんですけど、うん、レイジ君の歌い回しにを聞いて、それに合わせてこう、うん、音符をちょっと変えていったりとかしたんですよ。でもそんなに一緒にしなくてもいいんじゃないかっていうことを平田さんが言ってて、うん、まあそうだったな。あえてサビでも。もうレイジはレイジ、レオンはレオン。まあもう協調性のない二人だから、もう二人の持ち味を何とか生かそうと必死だったんだな。いやまあどうかな、協調性がないレオンをどう料理するかってところに。お前もないからな。あの平田は本当苦労してたな。うん、本当に。お前だと思うぞ。いや主にっていうのはこいつを大概だぞこいつ。まあまあまあどっちもどっちってこったろ。本当飛車と角みたいなね。まっすぐ。なるほどね。行かないのと斜めしか行かないみたいなね。なるほどね。そしてね、あのダンスも気になるんですけど、うん、HP、はいはい、すみません、ダンスはもっと遅れておりまして、さっきね、でもね、鉄さんからこんなの作ったよってビデオもらって、このラジオの打ち合わせの時に見てました。お、どうでした？だから皆さん知らないと思います、うん、ね、うん、早く見たいです、はい、じゃあ後で見てもらおうと思うんですけど、なんかね、どんな感じ？気になりますね。踊るけど踊らないみたいな。え、ちょっと何言ってるか分かんない。踊るけど踊らない。あのまあいろん、あの今までのこう、まあまあ見れば分かるから、まあ待ってください、じゃあお待ちください。めんどくさくなっちゃった。今回この曲となるとさ、言葉にするのもあれじゃない。今回レイジさ、瞑想少なめじゃねえの、もう。何でも。てんやわんやになりそうな感じじゃね。え、踊るけど踊らないってことは瞑想してるってことなんじゃないのこれ。なんでそんなことじゃないの。
まあ、まあ世界平和のこと考えながら、なるほど、うん、まあレイジは常にこうやっぱいろんな視点で考えてるから。いろんな視点で。でも瞑想しながら僕のダンスレッスン結構見てますよね。は？隅っこの方で。いやいやいや、別に見てねえって瞑想してんだっつってんだろ俺。薄め上げてんだなきっと。上げてねえよ。薄めやったんや。薄めやったんやってなんだよ。今知った。そんなことねえよ。あ、でもなんとなくそのレイジ君のロックのパートあるから、レイジ君の方がダンスきついんちゃうかな。アレンジ的にはそういう風に聞こえるよな今のとこね。うんうん、どうなの？どうなの？あのね、まあこう結構ねシンクロするとこもあるんだけど、そこはねやっぱレイジ君大変かなと思います。いやレイジね大変と思ったことないんだよね。あ本当に？あね大変だと思ってみたい。よくこんなこと言ってますけど。お前大変なんだろうよ。お前は。じゃあ。なんだよ。どうしようかな。なんだよ。はっきりしろよ。お前も。ダンスにおいてもだいぶ個性というか、うん、そういうところで二人のそれぞれがあるっていうことで。シンクロできんのかなこいつら、うん。シンクロする部分とお互いが主張する部分とね。まあ、曲もそういう構成になってるんですけども。そうだな。面白そうな。パフォーマンスになると思うんですね。ダンスレッスンもね頑張っていただければなと思います、はい、頑張ります、うん、はい、だということでね、はい、ちょっともうそろそろ皆さん気になってんじゃないですかね。何、何、ね、どうですかレオン君。そしたらね、ですよね。今日こそ、もう今日こそね、シンジ君ね、そうですね、ちょっと気になります。そうですよね、ちょっとだけなの？ちょっとしか気になってないんだ。へえ、いやもうさ、みんな楽しみにしてると思うから、そうね、聞いてもらおうぜ。そうです、うん、じゃあここでダブルトレブルの新曲聞いていただきたいと思います。それではお二人で曲紹介をお願いします。二、ね、人っての嫌なんだよ。だ今回特に嫌だね。はいはいはい、分かった分かった。じゃあレオン発表しろよ。え、いいんですか一人で打っちゃって。もういいよいいよ、もうこの流れ分かってんだろ。はい、お願いします。じゃあいきますよ、聞いてください。ダブルトレブルでWe Rock。 今日はもう一つ話題がありますね、うん、この放送の4日後になりますかね、8月7日ダイヤくんの誕生日です。おめでとう、おめでとう、おめでとう、サンキューサンキュー、おめでとうな。
そうでダイヤくんの誕生日プレゼントっていうことで、はあ、何がいいかなってみんなで考えてね。そうそう、ダイヤさんにはいつもすっごいお世話になってるなってみんなで話してて、まあ、おめでとう、はい、もうほんと何度でも言うよ、ね、何度でも言うからこれからも部屋の掃除料理やってください。はあ、はい、おめでとう、まあね、そうね、こうね、僕たちのロゴとか T シャツとかのデザインもねするっていうね、これもお願いします。あ、最近僕らのお母さんみたいなんですよね、うんうん、いや、ちげえし、何なのそのトーン。いや、あ、わかった、お前らまさかカーネーション的ななんかだったりする。お、ダイヤさんにしては感がいいですね。え、マジで、うん、はい、ということでじゃあレイジ君からプレゼントあげてください。しょうがねえやな、ほらこれだよ。はい、どうぞ。おめでとう、おめでとうございます、はい、お誕生日おめでとう。なんだなんだ、開ければいい。え、開けていいの？開けろよ、のしとかちゃんと見た？これすげえな、毎回なんか凝ってんな、のし。いいだろ、のしちゃんとシンジ、レイジ、レオンって書いてある。そうだよ、読める？その上に書いてあるその漢字。これはじゃあもう星野抜きのプレゼントってことでいいのかな。星野はだってお金出してない、星に書いてない。気づいちゃった、うん、いつか言われっかなと思ったけど気づいちゃった。そうだよ、なるほどな。いや、さ、別で用意してるから安心してない。嘘つけよ、マジで、マジ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 、お前さ、嘘つきは闇営業の始まりじゃねえよ。これは言わなくなってるやつ、やめろ。ほらほら、ちょっと待って、やめろ。タイムリーすぎるから使えるか分かんなくなるからやめろ。え、じゃあ開けちゃうね。開けて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 、ほらほら、今回はのしちゃんと丁寧に剥がしたからな。そうだな、お前はうまく、ね、ビリビリってやってたからね、今までね。待って待って、ちゃんとちょっと慎重に、うん、これちょっと可愛いでしょ、これこの包みすげえ可愛いな、うん、いいっしょ、うん、ね、ハートがいっぱいね、いいね、このデザイン、赤いハートがね、うん、え、これなんか参考にしよう。ほらほらほら、うん、ほら、なにこれ、出た出た、それはちょっと待ってください。どういろいろ入ってるから、ちょっと待って待って待って、これ何何、まずはこちらのね、どうだ。え、これ、うん、これも開けちゃっていいやつ、開けろよ、はい、うん、え、これすごくね、え、なにこれ、これどうよ、うん、読んで読んで、あ、読めるかな、お前に、これ英語だから。お前バカにすんじゃねえよ。いや、バカにすんじゃなくてバカなんだよ。え、これすげえじゃん。祝ってる、今日祝ってるから、もうテンション上がってるから、ね、これマジか、うん、いいでしょ。え、これ何、これ何、ダイヤズキッチンって書いてる。さあ、うん、いや、これデザイン僕がしたんです。え、マジで、お前レオンやるな、エプロン。うわ、すげえ。え、ちょっとつけていい？はい、もちろん。あー、やっぱいいね、かっこいい、うん、似合ってる。え、これさ、うん、え、マジでよくね、うん、これはね、いいよ。うわ、これやべえ、かっこいい。このデザインマジでしびれんだけど、何これ。よかった。あ、もちろんこのロゴとかダイヤさんがもともとデザインしたやつです。だよな、これ、はい、ね、それでそれでこのデザインマジいいって自画自賛でしたね。いやいやいや、この配置だったりとかさ、本当ですか、いいよね、配置は、うん、このね、ロゴの下のナイフとフォークのこの海賊っぽさ、これいいよな。海賊大興奮じゃん。これ海賊っぽくね。いや、でもいいよね、いや、かっこいい、すげえすげえ。ショールームの T シャツの時にデザインのソフトのやり方、あの、教えてもらって勉強したから使えるようになったんです。お前使えるようになったのか。ちょっとなりました、うん、すごいよね。だから今回ほんとダイヤくんだから、うん、やっぱお肉にしようかっていう話にもあったんだけど、うん、でもレオンくんがいつもこう僕にデザインしたものをくれるから、僕も僕がデザインしたものをダイヤさんにあげたいって言って、 そうね、それを、まあ、レイジはまあ肉でいいんじゃないかなと思ってたんだけどもね。いや、まあ肉も嬉しいけど、いや、うん、こういうのも嬉しいな。いや、マジですげえな。いや、ありがとうな。なんかダイヤさん、うん、ダイヤズキッチンでこれからも僕にたくさんご飯作ってください。出た出た、それか、これレオンの本音だね。結構これをあげたからもう作れよと、ギブアンドテイクしか考えてない男だなお前は。え、たく、まあでもさ、ほら、あの、レイジ的にはやっぱお前肉テンション上がるじゃん。まあな。な、だから肉はつけておいた方がいいかなと思って、うん、はい、こちらにですね、肉もございますね。はい、はい、はい、こちらです。はい。しかもこれネットで調べたらこれなんですけど、お安いお肉を A5 ランクのお肉にさせるマジック粉末があるって書いてあって、うん、それで。これ買ってみた。そう、何それ、やばくね。こっちの肉自体はこれは安い肉なんだよ。安い肉、これは安い肉。お、いや、安いっつも結構いいの買ったんだぞ、まあね、だってしっかりしてるもんな。そうだよこれ、うんうん、だけどね、あ、これこれこれだよ、これこれ、うん、何これ、それです。あ、あの、僕お母さんに頼んでこれやってみてもらったら、うん、レオンいい感じやでって、特にステーキにはいい感じって。へー、
安いお肉とこの粉をプレゼントします安いって言わなくていいよなんかさちょっとあれだからじゃあ、まあね、普通のお肉と普通のお肉ってはい、そうだね普通ぐらいだよ、ね、なんでこのお肉柔らかの素そうなんだよこれさ早く帰ってさあのちょっと試してみたくないあそうしましょう、ね、そうしましょう、ねね、試したい試したいすごい気になるからどうなったか、うん、後で教えてほしいなって思いますね、うんいや肉が変化してたらすげえな、うんまあ、とにかくありがとな。いやでも本当毎年なんかこうやって仲間にお祝いしてもらってサブメンバーにもお祝いしてもらっていや本当心から感謝してるありがとな、うん、はい感謝しろ、改めてねダイヤ君おめでとうございます。そうっす。キッカライブ3に向けてそしてね皆さん頑張っていただければと思いますが、うん、お時間がそろそろ来てしまいました。また来週楽しみにお待ちいただければと思います。お相手は ARP メンバーダイヤ君お誕生日おめでとう ARP シンジとダイヤさんさらに大きくなってくださいレオンタンとエプロンをつけて料理を作り、ずっとレイジの掃除をしてほしいレベルクロスレイジ本当今年もみんなと一緒に誕生日を祝えて嬉しいレベルクロスダイヤそして、ダイヤくんおめでとうございます。この放送が終わったこの収録が終わった後に素敵なプレゼントをあげたいと思います。星野拓也でお送りしました。すっげー楽しみにしてるからな絶対嘘ハードル上がりましたよ。買いに行かなきゃ早く。いやでも本当みんなサンキュー絶対缶コーヒーとかでおめでとう。Rise up fire Is this destiny? Soul's real story いつの間にか共に歩いてる平凡な毎日瞬間でヒリヒリさせる The battle stopping down Where's your life BPM? I got the jack and stay It's time to war Is it destiny? 抜けそこで燃えるLike fire 流れる汗重なれば ARP です。今年の夏休みは ARP が盛りだくさん。まずは ARP リマインドツアー2019初の全国映像ツアー。日本全国で盛り上がろうぜ。仙台でしょ、名古屋でしょ、博多でしょ、そして僕の地元の大阪。美味しいもの食べ放題。いや食べ放題それはどうかな。全国のプリンセスに僕たちの上映ライブをお届けします。サブメンバー美しいレイジを大画面で見放題。応援ライブだからペンライトもダイヤかっこいいもあれだぜ。そしてお待たせしました、僕たち ARP のライブ DVD。 サードアライブ全6公演を余すところなく収録したサードアライブ DVD ボックス、6月と7月連続でリリース。こちらはお茶の間最前列でレオンタンかっこいいがありですよ。そしてこのピカピカの夏を締めくくるのはキックアライブ3。 8月24日と25日、場所はベルサール高田馬場。地上に舞い降りたレイジの歌声を聞きに来るがいい。地上に舞い降りたレオンのダンスも見に来るがいい。はいはい、つまり今年の夏は ARP 三昧。 ARP 三昧